ナイスリミテッドはイスラエルを拠点とする会社であり、電話の音声録音、データセキュリティ、監視、ロボティックプロセスオートメーション、および録音データを分析するシステムを専門としている。同社は、金融サービス、電気通信、ヘルスケア、アウトソーサー、小売り、メディア、旅行、サービスプロバイダー、公益事業など、様々な業界にサービスを提供している。 同社の株式は、テルアビブ証券取引所に上場しており、TA-35 インデックスの一部である。バラク・エラムは、ゼビ・ブレグメンの公認として2014年4月に、最高経営責任者に就任した。エラムは、以前、同社の南北アメリカ部門を統率していた。2020年11月の時点で、同社は6800人の従業員数を抱える。ナイスは、 1986年に7人のイスラエル軍の元同僚によってネプチューンインテリジェンスコンピュータエンジニアリングとして設立された。同社は当初、セキュリティ及び防衛の技術開発に重点を置いていたが、その後、主にコンタクトセンター、金融サービス、ビジネスインテリジェンス市場向けの商用アプリケーションに注力した。ありがとうございます。